から行こうかな。じゃあ、ルーナ先輩から、行ってみようかなと思います。はい、で、エピソードお願いします。どうぞ。幼少期。小学生ぐらいの話ですが、うなたは金魚を飼っていて、金魚の水槽のお掃除をよくしていたんだけど、水槽って苔が生えていて、その苔を採取して、おもちゃの顕微鏡で覗いて、微生物を眺めるのが好きだった。そうなんだ。いいね。変わってるな。ちょっとだけ変だね。ちょっと変かな。ちょっと。やめてやんだな。おーってなったね。なるほど。ちょうどいい話題だな。変すぎないけど普通でもないみたいな、ね、それはみたいなやつではなかったね。スッと入ってきたね。じゃあちょっと続いてない。ルナタンもルナタンはなんとかあルナタン顕微鏡で微生物見た。すげー。いやーもうなんか知的だな。楽だ、知的知的だね。あ、そう、得意げになっているかなり得意げな顔かわいい。ドヤ顔かわいい。